こんん。にちは吉谷さん、さジョン・ラスキンさんがねこんなこと言ってるんですよお金ってのは平等だとどんな人であってもお金はその人に権力を与えるっていうんですよ、ね、だから私だろうが他の人だろうが10億円とか100億円ボーンとね口座に入ってるとその人はそれだけで権力を持っちゃうってことなんですよそのぐらい人間の力とお金の力を比べたときになぜか人間が作り出したお金っていう概念は人さえ支配する道具になってるってことなんですよね まある程度の人間支配がなければ例えばねもういやいやだけども働いてお金を稼がなくちゃいけないってい状態にならなければ人人が嫌がが嫌るる仕事をフォローすす足りなくなくっちゃうんですよね。まあ、これからはそういう仕事はあロボットがやってくれると思いますけども人間でやらなくちゃいけなかった時代っていうのは結局その仕事誰がするっていうことになってその仕事をやったらお金をあげるよって。 っていう,ふうにみんなで決めてその仕事に人を押し込むしかなかったんですよね。その最たるものがまあちなみにカレーの写真どうでしたご覧になりました懐かしいでしょあの時の写真の画像を撮ってたんですよ。えー、熱海のね合宿の最後のお昼ご飯でったんですかね。あのカレーが食べたいがためにもう一回億万長者合宿をやったみたいなところがありますけども。だから食ってものすごく大事ですよね。美味しいいいものを食べて思い出深いと もう一回それを食べたくなるし、そのシチュエーションに戻りたくなるんですよね。あの、インドネシアのバリ島のですね、夕日を見ながら、あの、実は私ね、熟成さん20人ぐらい連れて行って、旅行に行ったことがあるんですけども、そこでね、ドンペリを振る舞ったんですよ。で、ドンペリはもうねあ、流れ川で飲み飽きってたんですけども、まあ、いい格好したいからドンペリね、まあ、5万円ぐらいで頼んだわけなんですけども、いや、でもね、その経験っていうのはね、もう一回やりたいなと思いますよね。うん。だからこう考えると、やっぱお金がなければ、 ああしたいこうしたいが、ああできないこうできないっていう風になっちゃうんですよね。まあ、ちなみに吉田さんの話、それから竹山さんの話ですけども、あの、まあ私の塾生さんもね、どうしてもお金がない時って、街歩いてるおばあちゃんのハンドバッグひったくってやろうかなと思って、ギリギリまで手がこうなったらしいですよね。だそのぐらいお金がないことは、精神状態をものすごく疲弊させてですね、ありえない行動、道徳とは、モラルとは、そういったものを考えさせないような思考回路に、 押しし込んでしまうんでままうなないいかなと思いますつまりお金は人に権力を与えるでもお金がないと人から尊厳を奪うのかなと思いますよね、えー、お金に左右されない人格を持ちたいと思ってもそこはそれね月末には何の罪もない人が請求書を上げてくれるわけじゃないですかそしてその請求書ってすでに私たちが電気代やスマホ代で使った分だから偶然も出ないですよね奨学金も毎月3万とか返済しなくちゃいけないのは当たり前なんですけどもそれは分かっていてお金は借りるんですよでも実際 働くっていう労働の現場に出ると3万円返したらねほんとマイナスになっちゃう食を抑えてレジャーをやめてそして3万を返すことを優先するね理不尽かもしれないけどこの3万を待ってもらえるんだったらどんなに自分の可能性は広がるんだろうって思っちゃいますよねだからこそなんですよ3万円3万円を余計に稼ぐ力をつけるだけでどのぐらい人生の角度は高く上がっていくかってことをね私はここで言いたいうん 3万円ですよだからね儲かる方法を探してる人の何がいけないかっていうと儲かる方法を探し続けてそこにコストをかけて結局その儲かる方法を何もやってないんですよ試したとしてもその頻度が弱くってじゃあ月に5000円とか1万円稼げましたかそのレベルまでやりましたかっつったらやってないんですよ例えば「みんなの銀行」ってアプリねこんな黄金のアプリが私はねよく見つけたなと思います自分自身でも広まんないんですよ ね、広まんないってことは誰も営業活動してないってことですよ。特定の一部の人が、おお、来た来た。じゃあこれで動画撮って、人に伝えていこうかなって。ほんとわずかですよ、こういう人は。10人に1人。いや、30人に1人ぐらいじゃないですか。これをやり続けて、20万とか30万の域に達するのは。みんなの銀行ってアプリがあって、で、それで10万円稼ぎましたって人。まあ、聞かないですよ。1万円稼ぐっていう話も聞かないですよ。え、でもこれで稼げないんだったら、一体何をもって稼ごうとしてるのと思っちゃうんですよね。自分の商品も持たない。 アフィリエイトのスキルもない、サイトも作らない、YouTube の量産もしない。何で稼ぐんですかと稼ぎたい、稼ぎたい、稼ぎたいと思いながら、この1年、一体いくら稼げたんですかってことを考えると、1500円とかね、3000円とかね、みんなの銀行に限らないですよ。A8 ネットのセルフバックでクレジットカード作ってもいいじゃないですか。資料請求してもいいじゃないですか。1000円、2000円、ポン,ポンポンポンですよ。私のおすすめしているファンクルっていうね、外食してキックバックが得れる、そんなあアンケートサイトもありますけども、それだってね、 円円使っったら 2, 円戻ってくるわけですよさらにはカーディーラー調査車屋さんに行って車の乗り心地とかそれからスタッフさんのまあもてなし力ですねサービスレベルを測ってそれをアンケートで書く2万とか3万ですよこれでしかももう BMW とかベンツとかフェラーリとか何社か行ってもいいわけですからねこれ10万円以上稼げるわけですよでこういう情報がないならしょうがない でもこの情報がいくららら与えられてもやらないいわけですよいろんな理由つけてね忙しい近くに店がない、えー、これはちょっと自分には向かないいやそういうんじゃなくてもっとねパーッと稼げるやつがいいんです側近ビジネスね誰もが求める側近ビジネスでもちゃんとビジネスやってる人は側近ビジネスに飛びつきませんというよりもそんな話最初から聞きません側近ビジネスがどういった意味を持ってるのか知ってるからですよでもビジネスの素人さんは側近ビジネス大好き群がって失うんですよね 同じパターンがずっと続きます。だからこういうところにも現れるのがあのジョン・ラスキンさんが言ってるようにね金銭は何人たるを問わずその所有者に権力を与えるってことこれも似てるんですよ金銭を得ようと思ったらわずかな自分の力を総動員してそして5,000円1万円を掴みに行かないといけないんですよそこが最初の第一歩それができると権力がなくとも自信は持てるそして行動力が出てくるんですよ それによって次の5000円次の1万円が積み上げられていって気がついたら10万円になっている気がついたら100万円になっているだから徐々に徐々にその実績を持って実績がない人に対して権力を持つことができる説得力を持つことができる、まあ、そんな感じなんだろうなと思いますねしっかりとお金について考えていけばどうやったらお金がない状態からお金がある状態になるのかそのルートは見えてくると思いますまさにテンプレートなんですよこうなったらこうやるああなったらそうなるそのテンプレートを しっかりと見据えてもしくは自分が分からなければ自分が起きた疑問をぜひね投げかけてもらいたいと思いますもう何百回何千回答えてきただろうっていう同じ答えを別々の方にね申し上げますでも100人の人が心を込めて質問をしてきてそしてテンプレートとしての正解をお渡ししてもやらないんですよ一体何事なんでしょうかね他人事なんでしょうかね自分事ですよお金のことはお金に困ってる人が何もせずにほとんど何もやらずに お金に困ってない人がガリガリお金を稼ぎに行くこの形ってのはなかなか壊れないのかなと思っちゃいますはい、じゃあカレーとともにいってらっしゃい